将棋の山崎隆之八段、43、が22日、東京都渋谷区の将棋会館で刺された第95期棋聖戦挑戦者決定戦、産 k 新聞社主催、で佐藤天彦九段三36、に勝ち、藤井聡太棋聖、21、イコール名人、竜王、王位、英王、王座、 起用王将と合わせ八冠イコールへの挑戦権を獲得した。山崎八段は広島県出身。1998年、17歳で岸に。2009年の王座戦で羽生善治王座、当時、に挑戦。敗退して以来、二度目のタイトル戦となる。日本将棋連盟によると、15年のブランクを経てのタイトル戦出場は、 1987年の棋聖戦で18年ぶりにタイトル戦に登場した西村和義九段 86= イコール引退イコールに次いで史上2番目に長い期間となる5番勝負は6月6日に千葉県木更津市で開幕する5連覇を目指す藤井棋聖は自身初の衛星称号資格獲得衛星棋聖規聖獲得通算5期が条件 がかかるシリーズとなる